口です。突然なんですけれども、皆さんは今何か、目標って思ってますか？何年後にこういう職業に就きたいとか、趣味をここまで伸ばしたいみたいな、何かしらこう、目標を持って、普段生活していると思うんですけれども、今日はですね、僕が思うその目標を達成することに、一番大切なことっていうのを、お話ししたいなと思ってます。っていうのもですね、僕なんかのブログをやってるんですけれども、その読者からたくさんこうコメントが来るんですね。で、一つはどうやって今のようにこうブログを大きくしたんですかとか、今のようにこう文章を書けるようになったんですかっていうような質問をいただくんですね。あと僕がブログで書いている記事の中で勉強の仕方っていうものがありまして、昔僕がこう家庭教師のこう営業をしていた時に、こう勉強の仕方っていうのをたくさんの子供に教えていたんですけれども、その記事を読んでくれた人から、どうやったらこう勉強できるようになりますかとか、こう志望校に受かりますかみたいな質問がかなりこうたくさん来るんですね。本当にこう1日にこう1件2件以上は、僕の方に届くんですけれども、ブログの読者を伸ばすとか、あとはこう勉強の成績を上げるとかっていう、こう質問に対してですね、僕がいつもこうお答えしている、答えっていうのが、ズバリ言ってしまうと、やっぱりとにかく継続することなんですよね。もう何事も一緒で、当たり前のことといえば当たり前なんですけれども、例えばこう野球少年がこう初めてバットを振っていきなりホームランを打てるかって、やっぱりそうじゃないじゃないですか。何日も何日もこうやってバットを振ってスイングをし練習をして、やっとこうボールが前に飛ぶようになる。で、少しずつこう飛距離が伸びていって、最終的にこうホームランが打てるようになるっていうのが、もう何事もこう同じだと思うんですね。なので、こう例えばブログを始めますっていう時に、どれぐらいでこう結果出ますかねみたいな話をされるんですけれども、やっぱりこう一朝一夕じゃ出ないんですよね。勉強も一緒で、3日とかこう1週間とか1ヶ月とか、それぐらいこう勉強しただけだと、やっぱりこう他の人もこう勉強している中で、こう偏差値がこう高い学校に行くのはやっぱり難しいんですよね。なので、本当にこう1日2日死ぬ気で頑張るっていうよりも、本当にコツ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 でいいから、毎日本当に5分でもいいし15分でもいいから、習慣化をして継続するっていうことが、何よりも一番大事だよって話をこう僕は普段からしています。その習慣がですね、一度ついてしまえばあとはスムーズで、本当にこう毎日5分できるようになったら、それをこう10分にしますとか15分にしますっていうのは結構簡単なんですね。それよりもこう毎日やるっていうことがすごく難しいので、本当にこう最初はもうハードルがいくら低くてもいいので、3分でも1分でも、もう本当にこう30秒でもいいから、とにかくハードルを下げてあげて毎日続けるっていうことが、非常に大事なんですね。で、一度こう習慣化してしまえばこう締めたもので、やっぱりこう人間慣れっていうものがあるので、逆にそれが習慣になってくると、やらないとこう気持ち悪くなってくるんですね。僕ももうブログをこう書き始めて本当にこう5、6年もとか7年ぐらいになるので、本当にこう毎日キーボードを打ってるんですけれども、こうやブログを書かないとこううずうずしてくるんですよね。それぐらいになってくると、頑張ろうとかこうやる気を出す必要もなく、自然とこう手が動いているみたいな状態になるんですね。なので、まずはどんなことでも小さくていいから、毎日必ず継続をしてあげて、それを習慣化してあげる。で、ある程度習慣化し慣れてきたら、その時初めてもうちょっとその枠を広げてあげるっていうことが、何事も成功するこう近道なんじゃないかと僕は思っています。で、難しいのがですね、やっぱり先ほども言った通りなんですけれども、その毎日続けるとか、その習慣化するまでの間なんですね。なので、今日はその習慣になるまでをサポートしてくれる iPhone のアプリっていうのをこうご紹介したいなと思ってます。前回僕の iPhone の本画面を公開しますっていう動画をこう作った時に、継続する技術っていうアプリをご紹介させていただいたんですけれども、最近ですね、それをこうさらに超えるいい習慣化アプリっていうのをこう見つけたので、それをご紹介しますね。で、そのアプリっていうのがこちらですね、ハビティファイっていう名前のアプリになります。習慣を意味するハビットっていう英単語に、何々にするっていうファイルがついたハビティファイっていうアプリですね。じゃあ早速ですね、このアプリがどんなアプリか、ちょっと見ていきたいと思います。こんな感じですね、上の方に日付が並んでいって、でその下にですね、タスクが並んでいるっていうようなものになってます。これはですね、1日の中で、これを1回やりますっていうものを、タスクとして並べておけるもので、その日に、やらなきゃいけないタスクっていうのをやったらですね、そのタスクを、このようにチェックマークを入れて完了していくっていうものになってます。
前回ご紹介した継続する技術はですね、このタスクが1個しか同時に進められなかったんですけれども、これはですね、複数のタスクを管理ができるので、トゥードゥアプリの中でもルーティーンに近いものっていうのを管理するときに非常に便利なアプリですね。で、僕の場合はですね、こんな感じで今並んでいて、まずギターっていうのが、1日も1回でもいいからとにかくギターに触るですね。忙しい時とかこうついつい忘れちゃって他のことをしてますとかってことが多いので、僕まだまだ下手なんですけれども、こういつかギターをこう弾けるようになりたいなと思いまして、本当にちょっとずつでいいから毎日ギターを触るっていうような習慣づけをしたくて、このギターっていう、こうタスクを入れています。で、これやっぱり不思議なもので、ちょっとでも触り始めるとなんとなく楽しくなってきて、やっぱりこう、5分10分とか30分とかやるようになるんですね。なので、そのきっかけ作りっていう最初のもう10秒、20秒、30秒っていうのがすごい大事だと思っているので、習慣化できるようにこのタスクを作ってます。で、あとはですね、こう2つ目に腹筋ローラーっていうのがあるんですけれども、これもですね、こう先月ぐらいから始めたんですけれども、ちょっとこうジムに行っていて、こうお腹周りが気になるなっていうのをこう気づいてしまったので、調べてみたら、やっぱりこう腹筋ローラーがすごくいいよっていうのをこう見つけまして、で、それからやってるんですけれども、この腹筋ローラーめちゃめちゃ効果ありますね。今本当に1ヶ月ぐらいなんですけれども、一応このアプリを使って、毎日、継続ができるように、たまにこうできない日はあるんですけれども、続けていたらもう分かりやすくここがもう筋肉痛になるんですよね。非常にこう短時間で負荷がかかるので、こう腹筋のこうトレーニングにはすごいこう向いてるなと思いました。僕が今使ってるのはこのもう Amazon で2000円ぐらいですかねで買ったこう腹筋ローラーなんですけれども、これでも全然十分 で時間もかからず、こうお金もかからずっていうトレーニングなんですけれども、それでこの1ヶ月ぐらいでもう腹筋がかなり割れ始めているので、もう楽しくて毎日こう自分からやっちゃうようなこう習慣ですね。これもこのファビティファイを使ってだいぶこう習慣化してきたような気がします。3段目のこの瞑想するってやつなんですけれども、これも最近本当これ習慣化したいなと思って入れたやつで、すごく単純なんですけれども、こう何か作業する前に本当にこう4分とか5分間だけこう何も考えずにこう目をつぶってこうぼーっとするってものなんですけれども、やっぱりこう普段人間ってこう動いてる間にこうマルチタスクでどんどん物事を考えちゃうので、それをこう一回こうリセットをして脳の処理を一回終わらせてまっさらな状態になってからこう作業するっていう、こう圧倒的にこう効率がいいんですよね。もう全然こうスピリチュアルなこととかわかんないんですけれども、これは確実にこう集中にこう差が出るなっていうことを実感したので、最近は頑張って意識的にこうやるようにしています。で、こちらのハビティファイはですね、やっぱ習慣に特化したアプリなので、きちんと続けられるように考えがなされてまして、例えば前の日付を遡るとこういうふうに何をやったかっていうのが確認できたりとか、あとはですね、この下の方に進捗っていうタグがあるんですけれども、こちら見ると、今日どれぐらいやりましたとか、今までの達成率がこれぐらいですとかっていうのが、こう一覧で見ることができます。あとはこのようにですね、日付でどれぐらいこう継続を今しているかっていうのがこうアプリ上に記録をされているんですね。1ヶ月のうちこれぐらい毎日続けてやってますって形で、振り返ることができるので、こんだけ続けたんだったらもうちょっと頑張ろうとか、これを真っ青に塗っていきたいなっていう欲が生まれてくるので、もうただただこう毎日無心で続けるよりも記録として残してこう自信につなげる、楽しみにつなげるっていう、こう使い方ができるアプリです。僕もですね、もうたまにサボっちゃってこの間が空くんですけども、そうするとこう何日連続みたいな記録がそこで途絶えるんですよ。で、それがやっぱ悔しくてまたこう始めちゃうので、継続のモチベーションを保つ、上げるっていう分にはかなり使えるアプリなんじゃないかと思います。一応ですね、こちらのアプリは無料で使えるアプリになってるんですけれども、プレミアム版にアップグレードすることもできます。プレミアム版だとこうデータをエクスポートできますとか、あとはリマインドをどんどん増やせますっていう、オプション的な機能なので、基本的には僕は無料版でいいんじゃないかなと思って使ってます。今まではですね、こう僕はこう習慣化をするためにこうメモとかで管理をしていたんですけれども、それこそ昔受験をしていた時とかはこう自分でカレンダーを作って、カレンダーのこう項目にどんどんこうバツ印をつけていくみたいな、かなり手動な管理をしてたんですけれども、このアプリがあればすごい簡単にこう進捗を管理ができて、どれぐらいやったかというのも確認ができるので、やっぱりこうすごい便利なアプリだなと思いました。
僕はですね、やる気っていうものはこうやらないと出てこないと思うので、何よりも最初にこうちょっとでもいいからやるっていうことが大事だと思うんですね。でそのやるきっかけをしっかりこう教えてくれるアプリがこの Habitify なので、まあ、何かこう大きな目標があるとか、こう普段からこう習慣がつかなくてなかなか物事続かないんですよっていう方は、ぜひこう、まあ、無料なのでダウンロードをしてこう試してもらえると嬉しいです。まあ、こんな感じですね。またこう皆さんのこういただいた質問に対してこう答えしてこう動画を作っていこうと思いますので、まあ、今回のこうハビティファイよかったらですね、いいねボタンもしくは、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。まあ、この動画が何かの役に立っていただければ幸いです。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。オノグラフの堀口でした。バイバイ。